それでは富永マリーさんにもインタビューをしてみたいと思います。どうぞ。富永さん、ピアノは指先を使いますが体力も必要なんでしょうか？そうですね、ピアノを弾くのには体力がいります。私はコロナの自粛中に運動不足になったので縄跳びを始めました。縄跳びちょっと見せてもらってもいいですか？その縄跳びは毎日されていたんですかね？毎日はちょっとできなかったんですけど、1日おきに30分間休まずに跳び続けました。30分間もそれで、そしたら30分間跳び続けたら大体何回ぐらいになるんですか？大体1万回くらいになってます。すごい。腹筋がついて体幹が良くなりました。それは全身運動にも効果てきめんですね。そうですね、それに二の腕が細くなりました。あ、すごい、確かにすっきりこれからもピアノも縄跳びも続けてくださいね。頑張ります。ありがとうございました。コスマ音楽愛好会ミュージックチャンネル、ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。見てね。見てね。